喉の痛みは咳や鼻水はありますか？喉は痛いですけど、はい、鼻水と咳はない。大丈夫ですか、ね？名古屋市南区のクリニック。今日も咳や喉の痛み、発熱などの症状を訴える多くの患者の姿が。 いつぐらいから症状出てきました？日曜日ぐらい。痛い,いことはないけど咳が出るんだ、ね。うん、咳なのね。咳が出て、はい、それから痰が詰まって、はい、鼻水がちょろちょろ<ー>出る。やっぱりちょっとコロナインフル調べておいた方がいいと思います。咳や鼻水の症状を訴える女性。新型コロナの検査をしてみると。 やっぱコロナが出てますよ<ー>重症化することがあるからねちゃんとお薬出しておきますので気をつけてくださいねこちらのクリニックでは先月中旬頃から新型コロナの患者が増えてきたといいます今日の午前中新型コロナの疑いで検査した患者は12人そのうち6人が陽性でしたやはりコロナが 出てましたね。で,ねで呼吸困難とか咳が止まらないというほどのハードなものはないですよねいや。咳が止まらない方はあります。うん、6月中旬ぐらいからあの増えてきておりますね。それまでは1日1人いるかいないかでしたけど、現在だと4人5人と陽性が出てますね。新型コロナ感染の再拡大には新たな変異株が影響しているといいます。 オミクロンの波形だそうですけど、まあ申し上げたように下りがあるかなっていうところと、味覚障害がちょっと少ないかなと思います。オミクロン KP3、その名の通りオミクロン株の一部の新系統で先月に入って全国的に感染が拡大しています。先週林官房長官も。 今後夏の間に一定の感染拡大が生じる可能性があるというふうに認識をしております新型コロナ感染再拡大の原因となっている変異株 KP3 ウイルスを解析する名古屋市衛生研究所に KP3 について聞いてみると患者さんの数は腫瘍ごとにえ、まあ、増えているという状況ですね アメリカでですね、えー、ちょっと前にもう流行していると言って言われていて、インバウンド等で海外からの外国人旅行客も多いという状況で、まあいずれは入ってくるだろうなとは思っていたので、名古屋市では先月中旬頃に初めて KP3 を検出。今では感染者のおよそ8割が KP3 でワクチンが効きにくく。 従来のオミクロン株の中では、重症化リスクが高いのが特徴だと言いますこの KP.3 っていうのは、ワクチン株から、えー、こう逃れれるような性質を持っていて、重症化する比率が今まで、えー、流行してたオミクロンよりは高いと、基礎疾患のある方、高齢者の方は、えー、重症化するリスクが高い、これはもう事実なので、医療機関にぜひかかっていただいた方が。 いい、えー、いいとううふうには思います変異株 KP3 によってこれから本格的に感染が拡大すると見られる新型コロナ油断せず十分な感染対策が必要です。